はい、みんな大好きプラレール、僕も大好きなんですけど、これですね、最近ねプラレールでねこんないいやつができてるんですね。この U ターンレールっていうんですかね。というわけで一回ちょっと走らせてみます。 U ターンレールね、ほら、でこれで U ターンしてくるんですよ。ほら U ターンしてくるんです。はい、でね、この U ターンレール買うにあたっての注意点なんですけど、売ってる時はね、この赤い部分だけ売ってるんですね。で、よくよく考えてみると、これ買ってから気づいたんですけど、これボコとボコなんですよ。ボコとボコなんで、これでこうずーっと繋げて他のところに、こう、戻そうとすると、これがね、合わないんですよ。こう、デコとボコやったらいいんですけど、ボコとボコなんでね、やっぱり辻褄が合わなくなってくるんです。で、絶対必要なのが、これですよ。これ。これ絶対必要ですね。単線、複線、ポイントレール。これやったらね、ボコとボコなんで、これとこれを、こうセットすると、こうやって繋がるんですよ。なので、これを買うときは、絶対これも買ってくださいっていう話ですよね。もしくは、調節するための、こう、ボコとボコの、レールを買うとかね。それやったら、この、もともとあるこういうレールにつなげて遊ぶことできますわ。とりあえず僕はね、かなりびっくりしたんでね、こう、なんか、普通にこうやって、ぐーっといろいろやってこう、つなげていったら、最後の最後で合わないんですよね。合わないのでかなりびっくりしたので、ぜひ皆さんね、気をつけてくださいね。 U ターンレール買うときはね、こうボコとボコですから。でこういうやつ買ったらうまい具合に U ターンします。同じ線に戻ります。で当然ね、同じ線に戻ったら例えばこういう線路やったら、こういう線路だとしたら、こういう線路でこういうレールだとしたら、から行ってこう回って一回回っちゃったら、あとはもうずっとこっち向きで走るわけなんで、もうここからこっち使うことで、ここ走ることないですわ。なので、何度もしたい場合はこれをもう一セット買って他のところにつなげるかとかね。なかなか買ってみてわかることが結構あるんですね。あるんですよ。なので、U ターンレールは結構だ、これ、覚えておいた方がいいです。少なくともこれは絶対必要ですね、これはね。要するに何を覚えておいてほしいか言ったら、これ、ボコとボコだよっていう話。なので、こう、デコとデコがね、必要なんですね、こう、つながるやつ。はい、以上です。よかったら参考にしてみてください。僕はかなりこれでびっくりしました。せっかく買ったのに、しばらく、遊べない日が続いて、で、これを、買うまで、これを生かしきれませんでしたっていう話ね。以上です。